新潟観光クイーン。このコーナーはですね、僕たち選手が新潟の観光についてクイズで知ってもらおうというコーナーです。ということで今日のゲスト、小見選手、そして初登場、吉田キンペー選手にお越しいただきました。ありがとうございます。小見選手はもう4回目ですから、そうですね、もう慣れたもんですけども、今日初登場、はい、初参加ですが、新潟出身なので頑張ります。はい、決まったとこでね、吉田選手のやつ決まったとこで、今回のテーマですね、新潟県のスキー場です。新潟といえば冬はもう雪がもう雪降りますから、それはスキー場もいっぱいありますし、やったことありますか、スキー、スノボ、もしくはソニー。スキーはあります。あります、はい、僕もスキーあります。おー、どう、得意、まあ、得意っちゃ得意ですね。あー、じゃあ得意じゃないっていう感じでしたからじゃあここで軽くクイズなんですけども、新潟県内に一体何箇所スキー場あると思いますか。これはもうノーヒントでいきます。ノーヒントか。ノーヒントでパッと答えてみてください。やっぱそんなに多く作れるもんじゃないですよね、なかなか。あ、大きいので。そうそうそう、土地がいるからね、うん、山の数も含めて10箇所も。おお、まあそれでもまあね、まあ、でも新潟って結構土地広く、まあ、長めで、うん、まあ、結構あると思うんで、うん、まあ30くらい。どっちどっち、25、30、40、5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 0、
方。そうなんです。それ降るだけではもう雪降りますから、それありますよ。ということで問題に入っていきます。いいですか。はい。第1問、デデンデデデンデデ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 デンデデンデデデン。はい、今からフリップを出しますんで、スキー以外のスキー場で楽しめるアクティビティの名前を当ててください。いいですね。はい。それでは本編レッツスタート。わかるよわかるよわかるよ、出てくる出てくるはず。スノーキング。いやー言わない、ハリキング行こうぜみたいな。ハリキングでもなく、バレッキングでもなく、チレッティングでもなく、スレッティングでもなく、テレッキングでもなく、最後これしかないでしょ。ピンポン。はい。トレッキング。正解。聞いた、初めて聞いたっすね。トレッキング聞いたことない。ちょっとむずすぎる。あ、これ最後。じゃこれ。今はスノーボード。まあブー、まあブーだけど、まあそんな感じ。スノーキング。絶対聞いたことはあるっすか。絶対あるよ。やったことあるか、もしかしたら。やったことない。いつも組むじゃん、品川。これしながらお前練習場に。あ、はい、どうぞ。スノークルージング。あー、クルージングではないな。クルージングではないけど出てこない。じゃあもうスペシャルヒントいくよ。スノー、お、スノーボーディング。ブー、ピンポンいってない。しかもスノー、めちゃくちゃヒントいくよ。スノーホニャララフティング。はい、スノー、はいはいはい、ピンポンピンポン。はい、スノークラフティング。なんで出たよ、そこまで。フティングっすよね。うん、フティング。スノー、ピンポン、スノーボーフティング。なんで、そんなに言わねえよ。フ入れてくる。聞いたことない。フティング。うん、スノーフティング。スノー、もう一文字よ。お、はい、はい、ピンポン、はい、スノーラフティング。正解。聞いたことない。ラフティング、ラフティング聞いたことない。ないっすわこれ。そうなんだ。どう、なんかやってみたい、一番なんかやってみたいのある？2人が。あー、ラフティングっすかね。これね、めっちゃみんなやっぱ楽しそう、楽しそうにしてるよね。スノーモービルやってみたいです。あ、これね、はい、うん、
まあ、もしそう。スピードどんくらい出るんですかね、これ。いやこれは大体そんなじゃん、40キロぐらいだ。だからこれ坂道とかもバーっていくから、トレッキングはちょっと大変そうです、これな、うん、これとかめっちゃ切れそうだけどね。そうね、うん、願い事書いて。はい、ということで第1問でした。続いて第2問、はい、デデンデデデデデン、湯沢町にある岩っぱらスキー場、岩っぱらスキー場っていうところがあるんですけども、そこにあるゲレ食で、ゲレ食、ゲレンデの食事ね、多分ゲレ食で人気の本格的ホニャララは何でしょうか。フリップにお書きください。本格的な、たとえでもさ、ゲレンデ行ったことあると思うけど、スキー場行ったことあると思うけど、昼飯とか大体さ、カレーとかさ、あ、そうです、あ、じゃあ焼きそばとかラーメンとかでしょ、じゃなくて、もう全然違います。めちゃくちゃおしゃれな、おしゃれ、おしゃれな本格的、うん、本格的質問。うちは OK、 おしゃれと言ったらこれかな、僕的に。本格、もう現地でも修行してます、うちは。おしゃれ、うん、うちはもう現地でも、あ、本格的いいですか。はい、じゃあ、小見選手からお願いします。はい、はい、本格的カルパッチョ、まあ、やっぱおしゃれと言ったらこれかなっていうのと、まあ、あと新潟と言ったらやっぱ、うん、あ、日本海の魚が有名なんで、それを生かしたカルパッチョ。なるほどね、本格的カルパッチョ、ね、ピンポイントだよ、料理。はい、パスタ、本格的パスタ、本格的パスタ、どんなパスタやのこれなんか、雪の料理を、なんつうんだブーン正解は本格的石窯ピザ。ピザ見てください。あ、でも人生惜しいじゃん、これ石窯が、これもうほぼピザ、ピッツァじゃん、ピッツァ、本場のめちゃくちゃうまそうじゃない。いや、うまそうね。でも最近のゲレンデはさ、これ見て食べるとこもさ、大体食堂みたいなところでさ、みんな食券買ってるけど、多分ここはすげえ、すごい、オーダー入ったらピッツァウーノパルマバーレみたいな多分言ってる店員もね、もうみんなイタリアの国旗の帽子かぶったりしてっていう答えでした。じゃあ正解者なし、ティリン、募集です。あ、じゃあクイズ最後第3問、デデンデデデデデンデデ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 デン、日本に初めて本格的なスキーを伝えたレルヒ少佐のスキーの、その当時の滑り方はどんな滑り方だったでしょうか。フリップに絵で描いてお答えください。どんな滑り方だった、今とはやっぱちょっと違うかな、レルヒさんも。レルヒさんもさ、気づかなかったのかな、そっちの方が楽なのにわざわざそっちで滑っちゃったみたいな。めちゃくちゃ今いいヒントだと思うよ。よく見るよね、レルヒ少佐のマスコット、あの見たことあるでしょ、首の長い黄色い服着てさ、帽子かぶって、そう、あの人がスキーを伝えた、まあ、最悪言えばそこまで伝わらなくても言葉で伝えてくればいいからすごい順平おお、ストックはい、じゃあ、じんぺいからいこうかな。はい、お願いします。どういう滑り方だったでしょうか。後ろ向きで滑る。おお、かっこいいねなんか今、オリンピックでそういうのやってるけど、もうその当時から練習場の後ろ向きでやってたっていう、はい、オリンピックもこれ来るから、この時代来るから、そうです、そうです、来るレルヒよって言ってたオリンピックでこれ来るレルヒよって言ってたよ、はい、なるほど。はい、じゃあ、小見選手、僕はこんな感じです、うん、サーフィンの、 こういうことね、ホバリングみたいな感じ、こういうことね、そうです、板をここに挟んで、なるほど、はい、足じゃなくて、もう体で、体全体でボディーボードみたいな、そうそう、おー、ブー、正解こちら、見てください、一本の杖で滑るでした。これ、まあ、ストック多分ね、今2本は多分持ってるけど、うん、昔はこう1本で、竹1本で、うん、竹の棒だと竹かな、これ、あ、竹だな、これ現代、そう、気づかなかったんだろうね、2本が楽って多分、まあ、分かんないけど、こういう滑り方、1本の竹で難しいね、難しいレルヒよって言ったら難しいレルヒよ、1本の竹難しいレルヒよ
めっちゃ好きだということで、はい正解者なし。いや悔しい、悔しいね。なんだけどな、あ今ちょっと完璧です。クイズは以上なんですけども、もう一つ対決してみませんか、二人で。うん、あしたいですね、このままでしょ。でしょ、ね、圧倒的に勝ちたいでしょ、もっとどちらも。最後は1億ポイントあるんで、1億やりましょう。じゃあ最後1問よいしょ。最後の対決は名付けてスノボスラローム対決 in アルビゲメンデー。はい、というわけでこれ僕が用意しました。さっきありがとうございます。これですね、2人タイムトライアルをしてもらいます。で、勝った方は10億ポイントゲットです。はい、どっち先行ここ勝ってね、じゃんけんじゃん、勝った方が勝った方が。あ、じゃあ、じゃあ先行くよ。行くよ。ちょっと出てるけどいい？いや、ダメっす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 。はい、ストップ、ストップ、行くよ。はい。レディー、ゴー！お、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 いやいや、お、見せて、見せて。はい、8秒34。いや、まあ、これはコミックがどうかで分かるんですけど。確かに。そうな顔してるので、理解です。めちゃくちゃ楽しそうな顔しますよ、この選手、これ。もう滑りますみたいな。いい、はい、レディーゴー。タイムロス、タイムロス、来た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 、磁石取れた。はい、これは世界記録出ました。7秒78。世界新で小見選手の勝ちということで、小見選手優勝です。4連覇。新潟県内のスキー場のオープン時期はいよいよこれからです。12月中旬頃オープンらしいですよ。また今年も鬼のようにお得に滑れるキャンペーンが始まるみたいです。詳細については乞うご期待。ぜひスノーシーズンは県内のスキー場でスキー、スノボはもちろん、アクティビティやゲレ食も楽しんでください。詳しくはこちらを検索。さらにこちらお得な特典がいっぱいの新潟観光ファンクラブの会員登録もぜひお願いします。さあ、なんと惜しまれながらですね、今日は最終回となりました。小見選手どうでしたか。フル4回出場しましたけども、いやー、まあ本当に短かったですけど、まあこの短期間で本当に新潟の知らないところについても知れたんで、まあ、行ってみたいなっていうふうに思うところもあったんで、まあ、本当いい機会でした。はい、吉田選手は、まあ自分も、まあ、新潟出身ながら、まあ今回あんま知らないことがいっぱいあったんで、まあこのようなまあ行事に行ってみたいなと思いました。ね、ランタン、はい、スカイランタン、なんて願い書く？え、吉田の方に発展しますように。ぶれないね、ぶれないね。まあいいことだ。はい、新潟県内には素晴らしいところ、楽しいところ、そして美味しいものがいっぱいだと改めて僕たちも知ることができました。ぜひ皆さんも魅力たっぷりの新潟県の観光へ出かけましょう。皆さん、いってらっしゃい。そしてありがとうございました。